あの大谷翔平投手とチームメイトに、ドジャースのマイナー選手も大喜びのようだ。ケンダル・ウィリアムズ投手は6日、日本時間7日、に自身のインスタグラムを更新し、大谷とのツーショット写真を公開。SNS 上で戦望の声が飛び交っている。動画、完璧か、疲れているはずなのに、大谷翔平が帰り際に見せた、神対応ダブルコート。 大谷はドジャーブルーのパーカーと短パン姿。ロッカールームで198センチの長身右腕の腰付近に手を回している。さらに23歳右腕の左手には水色と白のスパイクが。足の甲付近には大谷のものと見られるサインが書かれている。投稿の文面にはヤギの絵文字。ヤギは英語でゴートで、グレーテストーブオールタイム、史上最高の略語として表現される。 ドジャースタジアムのロッカールーム内で撮られた貴重な写真。右腕のインスタグラムには、素晴らしい、アメージング、サイン入りスパイクは超クールだ、ワンダフルな写真を共有してくれてありがとう、などと多くのコメントが寄せられている。ウィリアムズは2019年ドラフト2巡目でブルージェイズ入りし、2020年1月にドジャースへ移籍した。昨季は 2A、3A などでプレーし、 4勝7敗、防御率3.73だった。